こんばんは、中央競馬予想 Y 氏の馬券のコーナーです。今日は、5月の29日、今何時だ、何時ですかね、午後、10時ですね。10時を回ったところです。今日はですね、日曜日、6月1日に行われます、第81回東京優勝ですね、ダービーですねの、予想をしていきたいと思います。木曜日の夜ですので、ちょっと、新聞馬柱が間に合っておりませんので、JRA の出馬表を印刷をさせていただきました。それをもとに予想を立てていきたいと思いますとか言って、まあ硬いんですけどね、僕の予想ね、硬いです。はい。まあ本命は、もう皐月賞馬ですね。はい。イスラボニータです。まあ血統的にね、富士奇跡、まあ1400メートルとかの方がいいんではないかと思うのですが、まあ自身ね、皐月賞 2000m を制してますし、レースっぷりも、強い内容でしたね。それに今回得意の東京コースに、移ればなおのさらですよね。はい。まあ皐月賞組はもちろん、まあ共同通信杯で対戦した馬には負けないというか、負けるイメージがしないですよね。共同通信杯とか1頭だけ57キロ背負って、勝ってますからね、この馬ね。それを考えたら、得意の東京コースで、ね、同金で走るんだから、それはこの馬が1頭抜けてるでしょう。はい。ということで、イスラボニータ本命ですね。対抗はやはりちょっと硬いトゥザワールドですね。まあ前走皐月賞ではまあ完敗の感があったんですけどね、イスラボニータ。まあ超良血ね、まあ人気でもちょっと夢を見たくなる血統ではあります。はい。そんなわけでトゥザワールド対抗です。簡単ですけど、まあちなみにね、ダービー過去9年馬番1番から5番までが、連に絡んでいるということで、まあ馬番も絶好枠だということで、対抗にさせていただきました。はい。黒三角は、まあこれもこんなガチガチでいいのかっていうあれなんですけど、レッドリベールですね。まあイスラボニータ、ご存知の通り、新潟2歳でね、ハープスターに、ちぎられてました。まあそのハープスターと接戦を演じてきた、この馬であれば、まあちょっと外枠が気になるんですが、ひょっとしたらね、イスラボニータより先着をするんではないかと。まあ牝馬で2キロ違いますからね、筋量も。はい。まあ福永ジョッキーに、乗り換わりというのも、どうかな、プラスかな、プラスだと思いますので、レッドリベール3番手とさせていただきたいと思います。はい。まあ以上3頭ですね。前回ね、オークスルール通り買わなかったらね、馬単、当て損なえましたんで、今回はルール通り、いつも通り3頭ボックスで、馬単と3連単と買いたいと思います。はい。明日は、一応夜に、
京都の方のジャンプの予想もしたいと思いますし、目黒記念余裕があれば、予想をしたいと思います。そちらも、ご覧いただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では、今日もありがとうございました。Please enjoy your horse race. Bye bye.